今回はミスミーの反転突起付きブラケットアルミフレーム用ブラケットの DXF ファイルをダウンロードしてブロック登録して図面を作成するところを行ってみたいと思います。最終的に作成する図面はこんな図となります。ブロック登録はブロックが1個にビュー違いのものが3つ登録するようなスタイルで登録を行います。それではやってみます。まず DXF ファイルを開きます。あらかじめダウンロードしておいた DXF ファイルを、どうしようかな。DXF ファイル表示にして選択して標準図面枠で開きます。で、こういった DXF ファイルの図が取り込まれました。ちょっと何が入ってきているのかを確認しておきます。レイヤーはこの0っていうレイヤーが入ってきてますね。グループは4つなんか入ってきてますね。で、ブロックは入ってきてないです。スタイルは寸法のスタイルなし。線分のスタイルが4つ入ってきてますね。あとは中期も入ってきてないか。はい。で、スタイル、線分のスタイル。これ、使用先があるとスタイルって消せないんですよね。あ、ノーマルだけ消せるか。まあいいや。あとでまとめて消します。あとは適用先があるんで消せない状態です。まず気になったのがこのグループだな。このグループなんだろう。太くしよう。あ、ここか。なんだこれ。あと、これも太くしよう。よくわからんな。なんかこの辺にブロックがありますね。移動。複製を作らないステップ移動50ミリステップ、スナップしない、これを選択して、これか、これを選択して移動。あ、スタンプが入ってなかった。これを選択して移動、50ミリスナップはなんかよくわからんな。50ミリスナップ、この辺にブロック登録された要素を出したんですけど、なんかみんないらないっぽいな。グループ、すべてのグループ解除。い。解除。
グループが消えました。これが何かというと、128アイテムが選択されています。ああ、短い線分がいっぱいあるな。他も多分そんな感じだな。おお、そうだね。これも短いのがいっぱいある。まあ、複雑な3次局面のを DXF に落とすときに短い線分で近似的な線として保存したものでしょうね。これまとめて512アイテム。ちなみにその他がどんくらいあるかな。あれ？わあ、ちょっと今固まってます。飽きた。よいしょ。こっちが224。この倍ぐらいの要素がこの中にあるんだの。みんないらない。デリート。これちょっと時間がかかるんですよね。で、消えました。はい、それでは、いつものように、スタイル、スマートセレクトを使って、スタイルとレイヤーを割り付け直します。外形線を選択して、要素のタイプはチェックは外します。こうチェックが入ってると、線分と円弧と円と点全部区別してしまうんですけど、一緒につかみたいんでチェックは外しときます。この直線とこの円弧も一緒に選択したいので外します。これを太い実線のスタイルにして、レイヤーは外形用のレイヤーに引っ越します。スマートセレクト中心線を選択して、細い一点斜線にスタイルを割り当てて、レイヤーは基準線用にしようかな。で、この隠れ線を選択して、細い点線のスタイルにして、レイヤーは内部構造用に割り当てます。で、まだなんかまだゼロに残ってますね。選択の未表示。あ、こことここと2箇所まだ残ってましたね。レイヤーすべて表示。これも隠れ線でいいかな。細い点線でレイヤーは内部構造用にして、これも選択して中期のスタイルにして、レイヤーはこれ、まあ、デフォルトでいいや。ブロックでは使わないし。はい。で、アクティブなレイヤーを0からデフォルトに引っ越して、で、0が空になってるんで、削除します。さっきの入ってきたスタイルも削除できるので、削除、削除。
適用先がなくなっているので削除できます。削除して適用で、あとは次ブロック登録だな。要素を選択して承認して基準点は端点を取って承認で、1個入ったのにブロックビューを追加する形でこれを選択して中点取ってで、今ビューの追加がまだ継続してるんでこっちも選択してこの中点を拾って承認で入りました。でこれに名前をつけておきます。ブロック名前はあ小文字だ、HBLFSN8 で、これが側面、これが上面、これが正面、正面で、登録をしました。で図面っぽくしときます。シートに変えて背景 A4 シートにしてテーブル 2D モデルで、ここ1対1で配置します。寸法出しとこうかな。こことここ30、こことここ、ちょっとここに揃えて43、ここと中点を、20、変なとこ取ったな。ここと、スナップ入ってないよな。ここと、ここ。他なんかいるかな。ここ、円の直径かな。間違えた。エスケープよ。よ。こんな感じかな。はい、これで部品の、ブロック登録と図面化が終わりました。保存。先に一回作ってたのがあるんで、上書きになりますけど、保存で上書きしちゃおう。ちなみに、こんな感じで、カラーの写真があれば、この写真をコピーして、図面に貼り付けたりすると、便利なんですけど、画面を、あ、違う、間違えた。
ゾーコビーか。コントロール V でコピー貼り付けができましたね。これってこれでもいいんか。そっか、すみません、貼り付けでもよかったですね。コントロール V か貼り付けで貼り付けます。ちょっとこの線いらないな。はい、今回は以上で終わります。